のバランス感覚としては定評がある野崎選手、ゆっくりとマシンをコントロール、もうやはり目線は次へ次へでいきますね。このノンストップルール、こちらが難しい、コツコツとマシン駆け上がっていった。リズムが出来上がっているヤマハファクトリー、野崎文隆。さあ残すところは後半、右から左へ、左から右へ、最後の出口のところ、行け行け野崎、拍手が起こった。さあ一つこう何か吹っ切るようにギュッとフロントのサスペンションを押し付けるようにしながら、福山健一選手がセクション1マシンを滑り込ませました。本当に今シーズンから始まるこのノンストップルール、一瞬で状況は変わってきました。マシンを止められません。体を絞り込んでいる浦山健一、さあ浦山健一選手、セクションワンでの一番難しいところは何だっけ、クリア。さあレフィの部分です。先ほどちょっと丸い手の部分でクリアを捉えたガッツ、3ラップ目です。この日本グランプリでセクション1最後のトライということになりますよ。さあまずは軽やかに引き出すマシンをコントロール、さあそしてまもなく終盤に差し掛かる、振りがすいけという声も聞かれる、一旦は一番高いところからマシンをゆっくりと、そして一番難しいと言われているこのセクション1の岩肌を、シェアを担ぎながら、ぐっと一回、全然沈め込ませました、振りがす。さあ、皆さん、大きな声、拍手をよろしく、振りがす、頑張れ、ファインダーの手の元に、さあ、ここだと手を差し止めました。開けて OK、 ここまでくればもうこっちのものは、あとは後半出口のところ、ちょっとね先ほどガッツが根っこに足を取られました。そこには注意をしてほしい、その根っこには注意をしてほしいが、さあ出口のところ、バインダーがまだまだ手を差し止める。さあ振り返す、セクション1アウトをしていった。ゲートが開きました。セクション2、少し飛び出しは斜めな姿勢でしたが、奥に回り込んで、さあ先ほどの壁谷選手とはどんなところを見て、しかし今日は同じところを見ているか、ほぼ同じラインと、あとは下の姿勢、あのここの辺りが違いますね、リズムが違って。展開が早いんですが、それ以上に長選手は展開が早いですね。どんどんとマシンを押し上げていきます。さあ、あっという間セクション2、花村選手、もちろんボードは0、ワン、ツー、通過をしていく3ラップ目、さあ、チャンピオン、トニーボー。バインダーはちょっと手を伸ばした位置にここに持ってこいという合図をしたんですが、それよりもちょっと内側、さあこの辺りやっぱり今ラインは違ってきますね。ポイントの付け方が
刻みに回していきます。いやこれもあっという間、本当にあっという間です。彼の手にかかったらね、どうでしょうか。トニーもさあ、ボードはゼロクリーン。それでは3位に入賞しました王選手にトロフィーと、今大会のご講演をいただいております茂木町町長服部くられます。マネージャー